ミスマガジン2020グランプリの新井遥です。10月6日にファーアウェイという、写真集を発売することになりました。屋久島と高知県で撮影しました。すごく自然だったり、異国の感じの雰囲気だったりと、いろんなロケーションで撮影できました。すごくなんていうの、大人っぽい、今までとはちょっと違ったシーンとか、ワンシーン紙面だったりとかもあるので、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。いや、そのタイトルの意味とか、なんかあったりするんですか？ファーアウェイという、遥か彼方という意味なんですけど、なんて言うんだろう、自分の名前にも入っているはるかと、この写真集自体がちょっと異国の感じのするので、日本じゃない感じがするので、ファーアウェイという名前になりました。はい、撮影の、時に大変だったとか思い出なんかはありますでしょうか？大変だったことは、なんていうの、私ちょっと虫が苦手なので、そういうなんていうの、砂の上だったりとか岩の上だったりとかがすごいなんかちょっと苦手でした。大変でした。逆にあのお気に入りのカットをですね、教えてください。なんかいくつかあるんですけど、その中の一つは、このカットで、このカットなんですけど、水色の水着を着た元気な写真がお気に入りです。こういう感じのちょっとグラビアっぽくない洋服を着たおしゃれな感じのカットもすごくお気に入りです。めてお伺いさせていただいていいですか？ファースト写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。100点満点ということなんですが、ということはもう完全自分大満足という感じですかね？そうですね、まあ、100点の中にやっぱりやりきったっていうのも入ってますね、点数の中に。はい、虫が苦手ということなんですけれども、他に思い出、撮影中の思い出などはありますか？屋久島に行ったんですけど、その屋久島が結構
なんて言うんだろう、マイナスイオンを感じられてすごい元気になりました。どんな人にこの写真集を見てもらいたいですか？どんな人？今まで写真集とか買ったことない方とかにも読んでもらいたいです。ミスマガジン2020になって1年が経ちましたけれども、何か生活が大きく変わったとかこうありますか？この1年で何か大きく変わったことなどは。そんな1年間、そんな特には変わったことはないんですけど、すごくいい経験をさせていただきました。例えばどんな経験ですか？例えば、いろんな場所に行けました。なんかたくさん沖縄とかも行ったりして、グラビアをやってなかったら行けなかった場所とか人にもたくさん会えました。今回屋久島だけでなく高知の方にも行かれたんですよね。何か高知でこう美味しいもの食べたりとか、何かそういったような思い出などはないですか？高知県のカツオが美味しかったです。緊急事態宣言明けましたけど、今後やりたいこととか何かありますか？海外に行ってみたいです。具体的にどこで撮影したいとかやりたいことありますか？どこ行きたいとか、ハワイとか行ってみたいです。前から憧れてる先輩とかどなたかいらっしゃったりしますか？こんな風になりたいとか。グラビアです。グラビアでもいいですし、例えば今後やっていきたい女優さんですとかモデルさんとか、何かそういったを目指していらっしゃる方とかいますか？私は八木有沙さんが好きです。はい。どんなところが？透明感だったりスタイルだったり、こうなんて言うんだろう、雑誌から伝わってくる存在感があってすごい尊敬します。じゃあご自身もそういう八木さんのようなこう活躍をしたいという感じですかね？はい、そうですね。その八頭身のスタイル、保つ秘訣ですとか、こういうふうなことを毎日やってますとか、逆にこういうことはやらないようにしてますといったようなことがあったら教えてください。私の趣味でもある体を動かすことが好きなので、ランニングは結構やってますね。毎日どこか走ってらっしゃるんですか？そうですね、毎日今ジムか家の周りかを走ってます。1日どれぐらい走るんですか？日によるんですけど、5キロから10キロぐらいです。すごいですね。運動はじゃあお好きな方なんですか？そう、運動大好きです。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。このことでご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？2つあるんですけど、撮影地を選んだ理由です。高知と屋久島を選んだ理由と、あとタイトル、パワーアラウェイですけれども、どういうコンセプトでもって写真を撮ろうと思って臨んだのかっていう、その2つを。撮影地に関しては、割と本人と相談して編集指導といいます、編集とカメラマン指導で、決めておりまして、彼女の雰囲気としてですね、あまりその和っぽい雰囲気とか生活感があるような雰囲気というよりは、どこかそういう国境の地というか、どこか日本でもないような、ロケーションに見えるようなところで、撮りたいなというところが一つありまして、それで屋久島の杉、の辺りだったりとか、そこで岩の辺りだったりとか、あとカルストの大地の方に行ったりとかですね、そういうこともありまして、ちょっと屋久島と高知県という場所を選ばさせていただいたというような感じですね。はい。で、あとタイトルに関しても、彼女が先ほどありましたけれども、ファーウェイというので、直訳というか、訳すると、はるか彼方というような形で、少し日本じゃないような、異国の雰囲気を、撮っているような全体の写真集の人たちと、彼女は結構いつもどこかちょっと遠くを見るような目を、よくするんですけども、そういうファーウェイの、2つ目の意味として、そういう遠く見るような表情みたいな、意味を込めてまして、そういったところも、この写真集にたくさん入っていまして、それは見どころ
っぽいっていうコメントありましたけども、お気に入りをカット以外でご自身でちょっと今回こういうカット大人っぽいなと思うのをあれば紹介してほしいんですけども、この、こっちの二枚刷りの方なんですけど、すごいこう水着もちょっと大胆な感じで横が開けてるような感じで、でもちょっとワンピースで気品のある感じがあっていいかなって思います。ありがとうございます。同じく写真をこちらにもちょっと見せてもらって、ありがとうございます。ちょっと起こしてもらったらいいですか。あ、すいません。ありがとうございます。もうちょっと。そのまましばらく置いていく。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどの質問がございますか。はい。この1年たくさん、グラビアに出られたと思うんですけど、グラビアは楽しいですか。そうですね、楽しかったです。はい、では大丈夫でしょうか。はい、それではですね、はるかさんの写真集を発表会を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして写真集を持っていただきまして、また全部お聞きいただきます。じゃあ同様にこちらからですね、じゃあこちらお願いします。お顔猫ぐらいでピカッちゃんで顔気味で、そうですね、こんな感じです。はい、行きます。指差しとかいけますか。ありがとうございます。じゃあ前に差し出すような感じで見てね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ隣そのままください。こんにちは、ミスマガジン2020ミス週刊少年マガジンの菊池ひなです。この度ファースト写真集羽ばたきを発売することになりました。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。この写真集のコンセプトは、普段の私です。自然体で身近に感じることのできる、そんな一冊となっていると思います。この写真集を出すことができたのは、1年間支えてくださったファンの皆様、そして応援してくださったファンの皆様、そして支えてくださったファンの皆様のおかげだと思っています。
この写真集をきっかけにさらに大きく羽ばたけるように頑張っていきたいと思っています。お気に入りのカットはこちらです。普段の私ということで、普段の寒い日の朝っぽさが出てるかなと思うカットなので、こちらのカットがお気に入りです。こちらのタイトルをつけた理由としましては、ミスマガジン2020の活動は終わってしまうのですが、この写真集を出すことが終わりなのではなく、始まりという決意を込めてこちらの羽ばたきというタイトルをつけさせていただきました。プールで撮影したんですけど、私は泳ぐことが苦手でうまく泳げなかったりちょっと溺れかけてしまったりなどもしたんですけども、頑張ったので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。同じくこちらから、写真集、写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。今回の写真集、ちょっと先ほど あのお気に入りの写真もう一度見せてもらってもよろしいですか。はい、こちらに見せてもらっていいですか。大丈夫ですか、持ってますかね。こちらのカットです。どっち、どっちのカットがお気に入りとかありますか。右左、すいません、こっちが特にお気に入りです。ちょっともうちょっと起こしても、あ、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ま、たテカしばらくちょっとこのままお待ちください。ごめんなさい、もうちょっと起こしても、はい、はいはいはい、ちょっとテカっちゃったね、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の写真集、普段の私がテーマということなんですけれども、普段の私はどんな性格ですか。普段の私はですね、結構まったりしているような自由気ままな性格なのかなと思います。じゃあ写真集もそんな感じになってるってことですかね。そうですね、特にこの場所でこういう雰囲気で撮るっていうことを決めずに、もうそのままにフラッといったような、そこで撮ったような感じで自然体な私が現れているかなと思います。プールでは溺れかけたということだったんですけども、それは大丈夫だったんですか。もともと海に飛び込もうという、ことだったんですけども、私は海、足につかない場所に行ったことがなくて、じゃあまずはプールで練習してみようとなったんですけども、やっぱり泳げずそのまま沈んでいってしまってその写真も そちらの写真集に載ってるんですか。それはもうなんか撮らずに普通に練習としてはい、入ったので、特に面白いカットなども撮れずに終わったんですけども。じゃあそういった苦労もあった上での今回の写真集ということですかね。はい、そうですね、そういうちょっとハプニングもあった写真集かなと思います。
ご自分で点数をつけるとしたら今回の写真集の出来はいかがでしょうか。はい、今回の写真集の点数は100点です。じゃあもう完璧、直すところない。そうですね、もう完璧にも一枚一枚本当にこだわりを持って作った写真集ですので100点といった感じです。どういったところにこだわりましたか。はい、そうですね、あんまり表情を決めるというよりかはやっぱり自然体な部分が現れているような部分の写真を選ぶようにして、こだわりました。プールでは大変な思いをしたようですけれども、はい、逆になんか楽しかった思い出などもありますか。今年の夏は、花火をしてなかったんでこの写真集を撮るにあたって花火をしたんですけどそれが一つの夏の思い出になったのでそれが楽しかったことです。ミス週刊少年マガジン選ばれて1年が経ちましたけれども、はい、何か大きく変わったこととか周りの反応とかありますか。そうですね、周りの人はやっぱりこう写真集が出るって知った時はすごいねとか褒めてくださって、他にもこう雑誌の方でも何回か掲載させていただいたのでこう見たよとか言ってくれることが多くなり嬉しく思います。ファンの方に支えられたとおっしゃっていましたけれども、はい、具体的にこうファンの方からかけられた言葉などで覚えていることとか印象深いことなどありますか。そうですね、こう次はこの写真集んこういう雑誌に載りますって言った時に毎回同じ方が今回も買うねとかチェックするねとか本当些細な言葉でもその一つ一つがこうお金を払って見てくださったりしているところがすごい嬉しいなと思っていてこうそうですね、そういうところに支えられてるかなと思います。緊急事態宣言が明けましたけれども何かやってみたいことですとか、はい、撮影に行ってみたい場所ですとかありますか。そうですね、私はこう海に行くことがすごい好きなので綺麗な海にまた行きたいなと思っています。泳げなくても海は好き。そうですね、泳ぐことはできないんですけど浜辺で砂浜で遊びたいです。あの本当素晴らしいスタイルだと思うんですけれども、はい、そのスタイルを保つために何かこう毎日やっていることですとか、はい、逆にやらないように気をつけていることですとか何か秘訣はありますか。はい、そうですね、食事制限はこうやっぱりちょっと食べ過ぎた時には気をつけるようにしています。でもこれといってこれは絶対にしないとかそういうのはあんまり決めてないかなと思います。じゃあ気をつけてるのはちょっと食事ぐらいですかね。そうですね、食事制限をするなど食事の面で気を使っているかなと思います。料理などはご自分でされるんですか。料理は実家暮らしなので母がしていて自分はあまりしない方かなと思います。じゃあお母さんがこう食事気をつけてくださってるんですかね。そうですね、お母さんと相談してっていう感じかなと思います。どなたか憧れているこうタレントさんですとか女優さんですとかモデルさんですとか目標の方はいらっしゃいますか。私は、女優の方のお仕事、演技のお仕事を頑張っていきたいなと思っていて、それで演技の方で、橋本環奈さんにすごい憧れを持っているのでその方を目標に頑張っていきたいなと思っています。わかりました、今後も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方でご質問ありましたら。はい、はい、先ほど見せていただいたお気に入りカット以外に、はい、今回の写真集の中でこれは頑張ったなとかこれ大変だったなっていうそんな思い出のある一枚だったら、はい、見せてもらってちょっとエピソードを聞かせていただきたいんですけど、はい、こちらの後ろを向いている写真が頑張った写真かもしれないと思います。どの辺が、はい、大変だった
はい、この写真は朝焼けを撮りに行ったのでとても早い時間に起きて行ったんですけど、こっち側太陽に向かって歩いてるので目を開けるのが大変でした。あ、目映ってないごめんなさい。でも目を開けるのが大変でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問が。はい、じゃあ、ファースト写真集ということで、はい、写真集の表紙っていうのは顔なんですけど、はい、普段の私っていうコンセプトですけど、その写真が表紙に来た時の感想とか、はい、その写真を初めて見た時の感想をいただけますか。そうですね、普段の私っぽいなって思いました。アイス食べて、アイス好きなので、アイスを食べているんですけども、水着では食べないですはい、他にご質問がある方いらっしゃいますか。なければ、これで終わりにしたいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ミスマガジン2021のメンバーを発表します。審査員特別賞、内藤カレンさん。審査員特別賞、審査員特別賞、大島里乃さん。読者特別賞、辻優衣さん。ヤングマガジン、山岡みやびさん。
週刊少年マガジン天野キキさん。グランプリ、泉カレンさん。ください。元気に両手で手を振りましょう。はい、ありがとうございます。はい、そしたら、みんなここずつ前に持ってちょっと6人に行ってもらって6人集合で、すごく可愛らしくて初々しいなって思います。頑張ってください。
らから目線をお願いします。じゃあすみません、こちらのカメラお願いします。ここお願いします。はい、行きます。ミスマガジン2021審査員特別賞を受賞しました内藤可憐です。今回のこの審査員特別賞という賞をもらえてまずとても嬉しいです。今回のこの審査期間、家族、友達、家族の友達、事務所の方々、そしてたくさんのファンの方々に応援していただきました。この受賞を聞いたときに、すべての人にありがとうを伝えに行きたくなりました。本当にたくさんの応援ありがとうございました。この感謝を忘れずにこれからも精一杯自分らしく頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この度ミスマガジン2021、審査員特別賞を受賞させていただきました大島里乃です。まずこれまで応援してくださったファンの皆様や事務所の皆様、そしていつも支えてくれている家族親戚の皆さん、そしてミスマガジンを運営してくださる講談社様はじめ、関係各所の皆様本当にありがとうございます。今回このような、素敵な賞をいただけたのは本当にたくさんの方の応援があってのことだと思います。これから恩返しをしていけるように、精一杯頑張ってまいりますので今後とも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それから辻結衣さん、皆さんこんにちは。ミスマガジン2021読者特別賞の辻結衣です。まずはじめに、応援してくださったファンの皆さん、スタッフの皆さん、そしてお母さん妹たちに感謝を伝えたいです。本当に本当にありがとうございました。この1年、ミスマガジン2021読者特別賞として恥じないようにグラビアを全力で一生懸命頑張っていくので応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。最後に、自分の特技である Y 字バランスしたいと思います。皆さんこんにちは。ミスマガジン2021ミスヤングマガジンに選ばれました山岡みやびです。この度は選んでいただき本当にありがとうございます。応援してくれたファンの方々や家族友人にとても感謝の気持ちでいっぱいです。私が、このミスヤングマガジンになったのを知った時、病院にいて全然実感が湧かなくて、でも日にちがどんどん過ぎていくとだん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 ドキドキが大きくなっていて今すっごいドキドキしてます。で、緊張しているんですけど、これからもミスヤングマガジンとして頑張っていくのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次、浜野キキさん、お願いします。こんにちは。ミスマガジン2021ミス週刊少年マガジンを受賞させていただきました天野キキです。まずこんなに素晴らしい賞を私にいただけたのは、家族や周りの友達、いつも自分の時間を割いてまで応援してくださったファンの方々がいたからだと思っています。ありがとうございます。
またこの賞を受賞できるっていうのを知ったのがミスマガジン2019年のグランプリの豊田瑠奈先輩がサプライズで教えてくださいました。その時にもう本当にとにかく緊張して緊張が止まらなくて今と同じぐらい嬉しい気持ちとかもいろんな複雑な気持ちでいっぱいだったんですけどもう涙が止まらなくてその時の感情は本当に一生忘れないと思います。これからも初心を忘れず感謝も忘れず一生懸命夢に向かって頑張っていくので応援よろしくお願いいたします。またミスマガジンに新設されましたゲームアイドル部門の方でも私を選出していただきましたのでぜひそちらの方も一生懸命頑張りますので見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、カレンさんお願いいたします。皆さんこんにちは。ミスマガジン2021グランプリに選んでいただきました泉カレンです。ミスマガジンを受けてからグランプリを取りたいという目標で頑張ってきましたが本当にまさか自分が選ばれたっていうことがびっくりですしすごく嬉しいです。この発表を聞いた時はマネージャーさんに電話かかってきてちょっと今から来れる?っていうふうに言われて行ってみたら事務所の方とかそのいろんな方にクラッカーとケーキでお祝いしていただきました。グランプリを取れたっていうのが本当に嬉しいのはもちろんなんですけど私のこの結果をすごいたくさんの人が喜んでくれたことがすごく嬉しかったです。グランプリを取れたのはいつも近くで支えてくださったスタッフさんや家族そして今活動しているグループピックスミックスのメンバーが支えてくれたのと何より応援してくださったファンの方のおかげです。本当にありがとうございます。この恩をたくさん返していけるように頑張っていきたいと思います。この1年間はグラビアとかいろんなことに挑戦していきたいと思います。これから6人で頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、記者さんの皆さんからですね、ご質問をいただきたいと思いますけれども、ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。皆さんおめでとうございます。まず泉さんにお伺いしたいんですが今前年のグランプリの新井さんからマントをかけてもらったその時の気持ちを教えてください。人生で初めてマントを着ました。なんかすごい意外と重いんだなって思ったのと何よりも顔がもう良くてすごいドキドキしちゃいました。はい、そして皆さんにお伺いしたいんですけれども、それぞれチャームポイント、PR ポイント、Y 字バランスをされたりとか、ね、レスリングの方もいらっしゃいますけれども、それぞれ、私はこれが得意よとか、PR したいポイントがあったら、皆さん、お一人ずつ教えていただけますか。じゃあ、左から簡単にお願いできればと思います。その場所でお願いできる。チャームポイントを紹介します。私のチャームポイントは、顔の両サイド左右対称にあるほくろです。はい、私のチャームポイントは、鼻です。横から見た時に結構この鼻のラインを褒めていただくことが多くてすごく自分でも好きな部分ではあります。で、なんだ特技ですか特技もですかね特技は、着物の着付けです。着物の着付けは、高校2年生ぐらいから始めてで全国大会に出場させていただいたこともあります。なので、着物の着付けが特技です。他でも紹介させていただいちゃったんですが、チャームポイントがここに水着によって見えないほくろがあるんですけど見えたらラッキーって自分で言ってます。それと、ミスマガジンのゲームアイドル部門でもそれを生かさせていただいてるんですけど喋ることが好きなのであといい意味でも悪い意味でもリアクションがでかいっていう風に言っていただくことが多くて自分のいいところだと思うようにしてます。私のチャームポイントは笑顔です。よくなんか笑顔がいいねって褒めてもらえる方が多いのでチャームポイントだなって思いました。私の特技はこのベスト16の発表の時も言ったんですけど指でダンスをすることです。すいません。
もしよろしかったらちょっと簡単に見せてもらうこと可能ですか。やりますか。ありがとうございます。私のチャームポイントは丸いおでこです。結構形が綺麗って褒められてすごいチャームポイントだと思ってます。で、私はレスリングをしていて全国中学生選抜ベスト8まで行ったことがあります。私のチャームポイントは手が大きいところとあと頬に同じ位置にあるほくろです。特技はさっきもやったんですけど Y 字バランスが得意です。ありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さんそれぞれファンの方にどんな風に呼んでもらいたいかニックネームなどあったら教えてもらえますか。名字も名前もすごくあだ名がつけにくい名前で内藤カレンどこから取ってもあだ名がつけにづらくてこれまであだ名で呼んでもらったことがほとんどないんですよ。だからカレンとかカレンちゃんとかそのまま呼んでもらいたいです。もしいいあだ名があったらぜひ募集しております。お願いします。はい、私はりっちゃんと呼んでいただきたいです。実はこのりっちゃんっていうのはこのミスマガジンのショールーム期間中にファンの皆様がつけてくださったあだ名なので私もすごく大好きで気に入ってるのでりっちゃんと呼んでいただけると嬉しいです。お願いします。そうですね、私の所属する渋さんの子たアイドルの渋さんの子たちとかファンの方々にも大体の方が天野ちゃんがキーちゃんと呼んでいただくのでキーちゃんの方が呼びやすいかなと思うのでぜひキーちゃんと呼んでいただければなと思います。でですね、カレンが2人いましてちょっとややこしいねってことで今回の撮影で私はイズミンになりました。ちょっと新しくなったので覚えてくれると嬉しいです。私のあだ名すっごい独特でオカピーって言うんですよそう、みんなで写真会をした時につけてもらってすっごく気に入ってるんでぜひ呼んでください。私は、今年の春に改名をいたしまして今本名なんですけど、辻優衣という名前でやらせてもらってるんですけど、ここにいる5人の子たちからつけてもらったのは辻ちゃんっていうあだ名なんですけどぜひそう呼んでくれたら嬉しいなと思います。そして目指している芸能人の方ですとか憧れの方がいらっしゃったらお名前とその理由も一緒に教えていただけますか。今度辻さんの方からいきましょうか。はい、私の憧れている人は、雑誌にも載せていただいたんですけど宮脇さくらさんです。なぜかというと私自身もアイドルをしているんですけど踊りであったりとか歌であったりとかすごく上から目線で申し訳ないんですけど努力がすごく分かるなって思ってそこをすごく私は尊敬をしています。私が憧れている、女優さんは長澤まさみさんですっごく独特な世界があるんですよ。なんかすごいオーラっていうかそこを真似したいしもう憧れの憧れですし顔も可愛いしスタイルもいいしもうすっごい好きです。はい、私の憧れの人は私将来の夢が声優さんで声優さんが大好きなので水瀬いのりさんにすごく憧れています。歌も上手くて演技も上手でそんな風に私もなれたらなと思っています。しつこいようになってしまうかもしれないんですけど今もグラビアをやられている私の事務所の先輩で工藤美桜さんと豊田瑠奈先輩がいまして2人ともすごいお芝居が本当に上手でなのにグラビアもすごく両立されてて本当に将来私もそうなれたらいいなと思う存在です。頑張りますはい、私の憧れの方は二階堂ふみさんです。
まあ、事務所のソニーミュージックアーティスト の、 あの先輩でもあるんですけれども、あの本当にいろんな映画に出てることはもちろんですけれども、そこのなんだろう、一つ一つのやっぱり役にしっかりこうあのなんだろうストイックにこう役作りをされたりだとか、あとはまあ紅白の司会だとか、本当にマルチに活躍されている方なので、いつかあの共演できるように頑張りたいなと思っております。私が憧れている女優さんは、広瀬すずさん、森七菜さんです。なぜ憧れているかというと、あの自分が目指している女優像といいますか、あの国民的な女優さんになることがあの目標なので、そしてあのお二方の演技があの自然というかナチュラルに近いような演技っていうのがすごく自分がしたいなと思っている演技なので憧れています。では最後にですね、今後1年やりたいこと、挑戦したいことや意気込みなど聞かせてもらえますか。まずこのグラビアという活動を1年間通して、全力でやっていきたいなと思っているんですけれども、今すぐにしたいことは6人でどこかにロケに行って撮影をしたいなとすごく思っています。1年間を通してあのグラビアをやっていく中で演技の方のお仕事も両立して頑張っていきたいなと思っていまして、セリフをいただいたりとか少しずつ成長できたらいいなと思っています。はい、私はこの1年間、もともと映画がすごく好きだったので、あの映画に出演することを、目標に頑張っていきたいと思います。でもちろん映画もそうですし、映画ドラマとかあと CM とかですね。であとそれ以外にもバラエティ番組がものすごく好きなので、バラエティ番組にも出れるように、いろいろ勉強して、頑張っていきたいと思っております。私は、夢が女優さんとずっと言ってはいるんですけど、まだあのお芝居の仕事を片手で数えられるくらいしか経験させていただいたことがなくて、実力ももちろんあのつけていかなきゃいけないので、あのたくさんお芝居の現場も頑張らせていただくとともに、あのミスマガジンとして1年間あの個人的にもともとグラビアが大好きすぎる人間なので、あの私もそうでなんか憧れのグラドルさんみたいになれるように1年間頑張りたいなと思っています。はい、私もグラビアのお仕事をたくさんしていきたいなと思っているのと、アニメとか漫画が大好きなので、それに関わった仕事だったり将来の夢の声優さんのお仕事もやっていけたらなと思っています。私も1年間グラビアを頑張ってポージングだったり表現の仕方だったり覚えていきたいし、将来は女優さんになりたいと思ってるんで、なんだろう、表現力もだしオーラをつけれるように頑張りたいです。私はとりあえずこの1年はミスマガジン2021の読者特別賞としてグラビアを一生懸命頑張っていきたいのと、グラビアをやりつつ、いろんな人に私という存在を知ってもらって、いろんな仕事に挑戦していきたいなと思っています。将来的には女優さんになりたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。その他に、ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい、今受賞して皆さんが自分のご褒美で一番食べたいものありましたら順番で教えてください。私は好きな食べ物でもあるアイスとパンが食べたいです。アイスはガリガリ君が食べたくて、パンはなんか味のないパンが食べたいです。私はカレーパンとお肉と、あとピーマンが食べたいです。そう、ピーマンめっちゃ好きなんです。はい、私はお寿司とラーメンとアイスが食べたいです。はい、高カロリーですね。私はあの我慢して食べなかったさっきそこに置いてあったすき焼き弁当が食べたいです。私は、前回の
ミスマガジン2021ベスト16の時にも言わせていただいたんですけれども、ちくわとはんぺんが大好きでして、まあ、練り物系ですねが大好きなので、全国のちくわとはんぺんをお取り寄せして、いっぱい食べまくりたいです、はい。私は大好物の餃子をお腹いっぱい食べたいです。あとはケーキをワンホール一人で食べたいです。皆さん、応援よろしくお願いいたします。お願いします。